こんにちは。人間関係で転職を考えている方の医療介護専門コーチ山田智子です。今日は人と話すのが少し苦手で、本当はもう少し話せるようになりたいと思っている女性の話をお届けします。自分のことは言わなくてずるいと言われました。本当は違うのに。でも言い訳もできませんでした。女性イコールおしゃべりだというイメージが強いかもしれませんね。今日はそんなイメージと違って、もう少し話せるようになりたいと思っている少し無口な女性のお話をお届けします。ワイワイキャーキャーはちょっと苦手、でも決して話さないわけではない少し無口な A さんです。朝の更衣室や昼の休憩時間に昨日の出来事やテレビのことなどいろいろな話になります。みんな面白いなと思って話を聞いていて、あ、そういえば私もそう思ったことはあったのですが、話の輪に入るタイミングがつかめませんでした。だいたいいつもそんな感じでみんなの話を聞いていることがほとんどです。ある時、年上の方からいつも人の話だけ聞いて自分のことは言わなくてずるくない?と言われました。そんなつもりはないんです。本当は私も何か話そうと思っているんです。ただタイミングがつかめず話せなかっただけなんです。それ、自分の心の中でしか言えませんでした。何も言い返せないと思ったのか、その方はすぐに別の人たちとおしゃべりを始めました。それ以来、その人のことが苦手になってしまったそうです。仕事中は仕事に関するやりとりなのでまだいいのですが、休憩時間が苦痛です。何を話せばよいのだろう。どんな話題なら話が続くだろう。自分なりに考えるのですが、なかなかうまくいきません。もっと人と話せるようになるにはどうしたらよいのかというのが悩みの A さんです。そうですよね。話しかけることを苦手に感じると、話すことにも苦手意識を持つかもしれませんね。また、言いたいことが言えない、あの時言えなかったこと、そんな経験、辛い、そして悲しい気持ちだったでしょうね。もともと、周りの人と一緒にいることも、話の輪に加わることも好きな A さん。以前もお届けしたように、おしゃべりは話す人だけでは成り立たないものです。最初は A さんの聞くことが生きる、話せる場になるといいですね。自分のできること、今できていることを少しずつ増やしていく、そんなイメージなのかもしれません。あなたができるようになればいいなと思っていることは何ですか？